エンタージャムをご覧の皆様、呪怨白い老女の監督の三宅龍太です。呪怨黒い少女の監督浅戸真理です。我々の作った新しい、はい、ネオ呪怨、6月27日より新宿バルト9ほかで、公開されます。まあ、清水さんの呪怨シリーズもとうとう10周年を迎えるということで、新しい呪怨に挑戦させていただきました。もともとあったその呪怨は一軒の家が舞台となって、そこからその恨みが広がっていくというか、そういうホラー映画だったんですけれども、私の今回の呪怨は、一人の女の子、まあ、黒い少女になるんですが、一人の生きた女の子が恨みの元となって、その子の周りに関係する人たちがどんどん恨みをこうもらっていくというか、そういう、新しい呪怨になっています。そうですね、あと最後、まあ、先ほどお話ししましたけれども、対決もあったりですとかちょっとしたその今までとはまた違った、毛色のホラー作品になっていると思いますので、その辺を見ていただければと思います。そうですね、白い老女という新しいネオジュオン、を目指して作ったんですけれども、今回はかや子は残念ながら出ませんが、代わりに白い老女が出ます。で、その白い老女と、そこに関わるいろいろな人々っていう中で、ジュオンという言葉の、意味って何だろうというふうに考えながら作りました。人が人を殺す、呪う、恨む、その怖さ、いわゆる J ホラーの怖さもありますが、それとはまた少し違った、ちょっと現実的な怖さも描いているつもりです。見終わると少し重たいしこりが残るかもしれませんが、一応それはホラー映画としては、おもてなしの一つだと僕は考えています。これまでの呪怨シリーズのファンの方、それから今回初めて呪怨をご覧になるという方にも、楽しんでいただけたらと思ってます。どうぞよろしくお願いします。ぜひ見に来てください。